Wieso Bunir? そこなる小さき者は、イゼルではないか。グナース殿の先兵かと思うて、危うく焼き殺すところであったぞ。ああ、ビゾーブニル、会いたかったわ。竜と人との融和のため、力を貸してほしいのです。 何やら訳ありの様子。我が輩にもよーくわかるように話すがよい。ふーん。ニーズヘッグとその眷属をいさめるため。 我が父祖たるフレースベルグの助力を乞いたいと。ええ、その通りです。だが小さき者よ、我が輩は聞いておらぬぞ。こやつがニーズヘッグの竜の目を手にしておる道理を。 これは故あってのこと。必要とあらばお前の目もくり抜いてやろうか。エスティニアン、これは融和のための旅路だ。今ここでこやつを喰らうのは造作もないが、 我が父祖の望みは静寂。我らは憎しみ合ういずれにも組みしない。融和と助力を求める意志は私たち自身の言葉で偉大なる竜に伝えましょう。 どうか 霊峰ソームアルに至る道を開き、私たちに希望を。小さき者よ、そなたに免じ霊峰への道を開いてやってもよい。しかし今やグナース共が呼び下ろした神から、 我が愛しき竜の子らを守らねばならん。使命を捨て、ここを離れるわけにはいかぬのだ。まさか、グナース族も蛮神を？ では、 あなたたちの領域を脅かすグナース族を退ければ、御身の助力をいただけますか。ほうほう、小さき者どもが同胞たる猛々しい竜たちですら幾度も翼を折られ地に落ちているというに。 さすれば成し遂げてみるがよい。我が輩はそれを見届けようぞ。お前たちの意志がどれほど強いものなのかを。アルフィノの言う通り、行くしかないのね。 新たな戦いの芽を摘んでおくためにも。
ここまでのところは思惑通り。大いなるグナースの群れは未来切り開く者に呼びかける。勇ましき者、武を誇りし死、群れを導く神、武神ラーバナ、舞い降りたまえ。人を捕らえましてございます。その初段について伺いたく。ほう、人がグナースの地に。グナースの神ラーバナよ、我らにグナースの領土を脅かすつもりはない。ただ、なぜ竜と戦うのか、それを御神に問うため訪れたのだ。これは奇妙なこともあったものよな。人がグナースの戦いに口を挟もうとは。またドラゴンと戦うと伝え聞くが、さては同盟の契りでも求めに来たか。いいや、違う。我らは竜と人との争いを止めようとする者、故にグナースと竜との戦いも望んでいない。グナースはこれまで静かに暮らしてきたはずだ。なぜ今になってオンカミを呼び出してまで戦うのか。愚かなこと。戦いとは生の営みに他ならぬ。グナースは人とドラゴンが争う陰でひたすらに耐え忍び、そして牙を研いできたのだ。両者が傷ついた今こそが千載一遇の好機なり。我はグナースらが恐れなく生きるためドラゴンを斬る、その願いによって生まれた武の神だ。なれば武によって語るのみ。
武神ラーバナよ、我らと勝負せよ。そして我らが勝利したならば、ドラバニアの竜に対する狼藉をやめよ。人にもまたかように豪気なものがおったか。面白い、この武神ラーバナ、お主らの挑戦を受けてたと。しかして我が勝利した暁には、お主らの魂を奪い、我が強者とする。依存あるまいな。承知、ならば私から参る。約束をたがえることなどなかろうな、武神ラーバナよ。無論だ、武神に二言なし、受けて立とうぞ。これほどとは、クリスタルが足りなかったか。神の力をもってしても、やはり人はこの程度か。さて、お主はどうする。あくまで戦うか、
その勢いよし、かかってくるがいい。